はい、というわけで今回は当事者ラテというね、飲んでみたいと思いますが、ほうじ茶の映画ですね。では、ほうじ茶のこのような仕上がりの味を飲んでみたいと思います。うん、まあほうじ茶も結構ね、あ、いきますね、このほうじ茶の甘みと、まろやかな甘みというか、うん、意外といけるほうじ茶という感じで、まあ結構ほうじ茶の甘くてちょっと苦い感じのお茶の味わいっていうのがよく出ていていいんじゃないかなというふうに思いますね。どうなるかと。